中国三大悪女は唐の則天武功、秦の征大豪、そして最後の一人が漢の初代皇后の呂氏です。彼女たちは最高権力を握り、残忍な行為を繰り返したことで知られています。呂氏は漢の初代皇帝劉邦の妻です。劉邦は拝見の役人で、当時大金持ちだった旅行に気に入られ、旅行の娘を妻にしました。劉邦はろくに仕事もせず、酒と女が大好きで遊んで暮らしていました。ただ人間味があり人気が高く、酒場で劉邦の周りにはいつも人がたくさん集まっていました。呂氏はそんなダメな夫でも献身的に仕えて、一男一女を育てる愛情豊かな女性でした。夫の劉邦は秦から土木工事の命令があり、現地まで労働者を連れて行っていましたが、途中で脱走する人が多く、現地についても死罪は確定していました。身体極まった劉邦は山賊になり、山に潜んで潜伏したのです。しかし秦の労働命令が厳しすぎて、多くの人が逃げ出したため、劉邦の軍団などへの合流者が激増し、結果的に劉邦の集団は勢力を拡大していきました。その頃秦は始皇帝の暴政で、焚書坑儒といった言論統制、粛清や大規模な土木工事への不益など、民衆にはとてつもない圧力がかけられたため、不満がたまりにたまって爆発寸前でした。そこで始皇帝が亡くなり、農民反乱が全国で続発したため、劉邦の住んでいた拝見でも新討伐の旗揚げをすることになりました。その時の首領が勢力のあった劉邦になるのです。劉邦は歴域や長領、陳平などの賢人を味方につけ、秦を滅ぼします。そして当時の一大勢力であった項羽と決戦をして勝利し、漢王朝を開きます。呂氏は多くの苦労があった中、漢王朝の皇后の位につきました。ここまでだと夫の成功を陰で支えた良き妻であり、良き母であるという美談で終わるのですが、ここから呂氏の悪女、残虐性が発揮されてくるのです。その原因となったのは劉邦の後継者問題です。劉邦は中国を統一すると、もともとの酒好き、女好きであるため、毎日のように酒宴を開きました。また後宮には天下の美女を揃え、多くの妾を持つことになりました。そのような天下の美女の中で特に美しく気立ての良い赤婦人を劉邦は寵愛します。いつもそばには美しい赤婦人がいました。そして二人の子供のジョイが生まれるのです。赤婦人は自分の子供であるジョイに劉邦の後を継がせてほしいとお願いします。劉邦は赤婦人とジョイが可愛くて仕方がないので、二代目の皇帝はジョイにするように朝廷で重臣たちに諮るのです。劉邦はジョイが自分の後継者にふさわしいと重臣たちに伝えます。しかし重臣たちは大反対します。そのようなことをすれば呂氏と劉氏の争いとなり、天下はやっと収まったというのに、また騒乱になると多くの重臣が考えました。そう反対に劉邦はこの意見を一旦取り下げました。しかしその後英府の反乱鎮圧のため出陣し、流れ矢に当たり負傷します。劉邦は負傷で状態が思わしくないので、もう一度ジョイを後継者にすると重臣に強硬に伝えます。この流れに困った呂氏は長領に相談します。長領は思案し、一つの策を提案します。劉邦が以前から尊敬している賢人で、どうしても劉邦の元に来なかった人物が4名います。それは桃園公、鹿離先生、桐木、夏侯公の4名です。この4名を大使につき従わせれば効果があるかもしれません。呂氏はこの策を採用し、4名の賢人を大使の補佐につけることに成功しました。劉邦は主演でこの4人の賢人が大使につき従っているのを見て、ジョイを後継者にすることはできないと観念しました。そして劉邦は死ぬ間際に
竜の精でない者以外は王にしてはならないと、各馬の血を自分と重臣たちで回しのみの儀式を行い、重臣に誓いを立てさせてから亡くなったのでした。そして16歳の慶帝が2代目皇帝に即位しました。まだ若いため、実質的に呂知が全権力を握ることとなりました。呂知は権力を握ると復讐を開始しました。まず叙位を都に呼び寄せ毒殺、そして赤婦人を幽閉し首かせをつけて一日中米をつかせました。そしてその後拷問を始めました。耳、目は焼き切られ両手足を切断。それを便所に捨てて息子の慶帝に見せたのです。これにショックを受けた慶帝は叫びたりとなり、23歳の若さで亡くなりました。そして慶帝の子の孝昌帝を3代皇帝としました。呂知は呂氏の主だったものを王位につけていきます。重臣は劉邦との誓いを守ることができず、流れに身を任せるしかありませんでした。呂知は劉邦の子供と孫を殺害し、呂氏一族を王にしていきました。劉邦の息子たち叙位、劉、甲斐を殺し、言うことを聞かない孫の孝昌帝を殺し、燕王劉建の太子を殺し、呂氏一族の王を増やしました。これを重臣や劉邦の親族は苦々しく見守っていました。このような中、呂知は寿命で亡くなるのですが、重臣の反撃を見据え呂産を小国とし、漢中の100万の兵の北軍の将を呂禄、南軍の将を呂産として平原を完全に掌握させました。呂氏一族は皇帝の帝位まで呂氏にしようと企んでいました。これに劉氏が気づき、姓の愛王が呂氏討伐の軍20万を挙兵します。これに対して呂産は寛永を将軍として10万の正討伐軍を差し向けました。しかし寛永は劉氏の愛王と戦うことは劉邦の意志に背くとして、姓と協力して呂氏討伐軍を結成します。そしてこの動きに曹王や他の諸侯も合流を始めました。この動きに呂産は帝位を奪おうとして急いで李王宮に攻め入り、クーデターを起こしました。これを事前に察知した周勃、陳平の働きで北軍を動かし呂産を討ち取りました。その後呂氏一族はことごとく捕らえられ処刑されたのです。一人の独裁者である呂知が死んでからわずか2ヶ月後のことでした。これほど露骨に夫の血筋を消そうとするとは、本当に権力と復讐の鬼としか言いようがありません。現代の私たちは家族愛を大事にして平和で幸せに暮らしたいものですね。このチャンネルは歴史上の人物やエピソードを知ることで、あなたの人生を豊かにしていきたいというツッチーの思いをもとに作られています。今後も一緒に歴史の旅を楽しんでいきましょう。チャンネル登録ポチッとよろしく。